こんにちは、シーバードです。今回はですね、バンドブームのお話です。皆さん、バンドブームはもちろんご存知かと思うんですけれども、皆さんが思うバンドブームっていつですか？それぞれの年代によって結構ね、見解が違うと思うんですけれども、ウィキペディアをですね、見ているとバンドブームっていうのは第5次まであるみたいなんですよ。ちょっとね、これ個人的にはびっくりだったんですけれども、このウィキペディアを踏まえた上で、今回バンドブームをですね、ちょっと追っかけてみて、皆さんがどの世代に当たるのかとか、もろもろですね、紐解いていきたいなと思います。まあ、そもそもですね、バンドブームとは、これね、ウィキペディアにはですね、バンドブームとは、バンド演奏が中高生や若者の間で流行した一連のブームを言う。バンドが演奏する音楽を聴くだけではなく、自ら楽器を演奏する人口が増えたことが特徴で、一種の社会現象であったということですね。なので、バンド自体がチャートを席巻するというだけではなくて、自ら楽器を弾くギターキッズたちが非常に増えたっていうのがバンドブームの特徴ですね。実はですね、このバンドブームという前に、もっと前にですね、ブームになったものがあります。バンドやってる方はご存知かと思うんですけれども、1960年代にブームになったのが GS、 そうです、グループサウンズです。有名なところでいくとザ・タイガース、沢田研二さんが率いるザ・タイガースだったり、あとブルーコメッツ、堺正章さん率いるザ・スパイダースとかですね。まだバンドという呼ばれ方ではなく、グループサウンズとしてブームになっておりました。そしてその後ですね、1970年代になって第一次バンドブームが来たというふうにウィキペディアには書かれております。サザンオールスターズ、ツイスト、RC サクセション、イエローマジックオーケストラ、 YMO ですね。このあたりを第一次バンドブームというようですが、まあ、正直ね、あんまりこう第一次バンドブームって言われてるっていうイメージが全然なかったですね。どっちかっていうとフォークだったりとかニューミュージックが非常に流行っていたんで、バンドブームっていう呼ばれ方ではなかったですよね。まあ、でもウィキペディアにはここが第一次バンドブームというふうに記載されております。そして第二次なんですけれども、まあ、これがですね、本当にバンドブームと言われていた時代じゃないかなと思うんですけれども、ボーイ、ハウンドドッグ、レベッカ、TM ネットワーク、爆竹、ジギー、ショーヤ、コメコメクラブ、プリンセスプリンセス、爆風スランプ、リンドバーグ、ジッタリンジンなどの台頭による1980年代終盤から1990年代前半にかけて起こったロックバンドの一大ブームと。ここがまさにバンドブームですよね。ザ・バンドブームだと思います。まあ、1988年前後ですかね。私、シーバードは小学校5年生でした。ちょうどですね、音楽番組だったりとか、ラジオを聞くようになって、J-POP ランキングをですね、いつも気にするような小学生だったんですけれども、本当にバンドブームでしたよ。もうチャートはバンドだらけでしたもんね。で、それで特にブルーハーツ、ユニコーン、ジュン・スカイ・ウォーカーズ、ザ・ブームの4バンド、これをですね、バンド四天王と呼ばれていたというふうにウィキペディアに書いているんですけれども、正直聞いたことがないですね。もし聞いたことがある方がいたらぜひコメントください。僕はね、全然聞いたことないんで、これ後付けなんじゃないかなというふうな感じがするんですが、このバンドブームにですね、油を注いだのが名物番組、生かすバンド天国ですね、イカ天。これはですね、1989年2月から1990年の12月まで1年10ヶ月間しか放送されてないんですけれども、伝説の番組として未だに後世に引き継がれています。僕は小学校6年生とか中1だったんですけれども、眠い目をですね、こすりながらよく見ておりました。この1988年前後はボーイが解散したり、 XJAPAN がですね、88年にバニッシングビジョンを出して、89年にブルーブラッドでメジャーデビューと。そしてブルーハーツはついにですね、ドラマの主題歌、ハイスクール落書きの主題歌になるという、本当にバンドの勢いがすごい時代でした。このバンドブームはですね、そのまま90年代にドカーンと流れていきます。それが第3次バンドブームにつながっていくんですけれども、まあ90年代に入るとですね、
80年代に流行っていたバンドの方々がもう地位を確立して市民権を得てたような感じでしたね。なので80年代に X とかがバーンっていう頭で出てきて、なんだこいつらみたいな感じだったのが、市民権を得て一般人の方々に全然受け入れられるようなバンドになっていたので、第3次バンドブームっていうのはですね、ドカーンと発生したっていうよりは普通にこう一般に浸透していったというふうなイメージがあります。1993年頃から始まったというふうにウィキペディアには書いておりまして、第3次バンドブームの火付け役はビーイングですね。ワンズ・ティーボラン・ディーン・フィールド・オブ・ビュー、このビーイングのバンドが結構チャートではランクインしていましたね。1994年頃から後半にかけてはミスター・チルドレン、シャランキュー、スピッツ、ジュディ・アンド・マリー、LR、イエロー・モンキー、ウルフルズ、エレファント・カシマシ。1994年のヒットとして外せないのはやはりルナシーですね。トゥルーブルーとロージア、これはですねバンドをやっている僕らキッズはドハマりしておりました。でその後ですね、グレー・ラルクが人気になりまして、ミシェルガン・エレファントもデビューと、この頃はですねビジュアル系も結構髪をですねさっぱり切ってモード系スーツでですねビシッと決めるっていう風な感じのバンドが増えてきた頃でもあります。まさにですねこの頃は僕は高校生で、東京でのバンド活動を夢見て長崎で頑張っていた頃です。この第2次バンドブームと第3次バンドブームをリアルに見てるのはちょうど僕ぐらいの世代じゃないかなというふうに思います。1977年生まれぐらいで、もうちょっと後の方々は88年ぐらいのバンドブーム、それよりも90年代のバンドブームの方がイメージが強いんじゃないかなと。そして90年代後半はですね、ブレイクアウトというビジュアル系の番組があったんで、ビジュアル系が非常にブレイクしているようなイメージはあるんですけれども、実はですねその横で横乗り系のスポーツがめちゃめちゃ流行っていて、スケボーだったりとか、あとスノーボードですね、その横乗り系のビデオとかでよく使われていたのがメロコア。なので日本ではですねハイスタンダードを中心にメロコアブームも起きてました。スカとかもめちゃめちゃ流行ってましたね。こういった感じでですね、やはりブームが起きるっていうのは一つのジャンルがドカーンとなってるわけではなくて、ジャンルの壁を越えてですねパンクも人気があるし、ビジュアル系も人気があると、そしてスピッツだったりとか普通のバンドも人気があるというふうな感じで、ジャンルを超えてバンド全体が盛り上がってるからこそブームになっているというふうな感じがします。基本的にはこの80年代と90年代をバンドブームと指すと思うんですけれども、第4次バンドブームというのがあるようで、それはですねポルノグラフィティだったり、バンプオブチキン、モンゴル800、ロードオブメジャー、あとガガガ SP、イナゴアールフロー、青春パンク系のブームが起きたというふうな感じですね。なので90年代80年代のようにロックもポップもパンクもというふうな感じではなくて、青春パンク系のブームと、あと下北系のブームというか、流行りっていう風な感じのイメージですね、第4次バンドブームは。そして第5次バンドブームになると、チャットモンチー、スキャンダル、赤い公園、寝言、シシャモ、サイレントサイレンなどなどですね、ガールズバンドのブームですね。アニメの軽音がヒットしたことで結構高校生のですねガールズバンドとかが流行ってムーブメントになったんじゃないかなという風な感じでございます。こうして見るとね、80年代90年代そして2000年代2010年代という風な感じで、10年ごと、10年周期ってわけじゃないですけどね、そんな感じで一応ブームが起きているということで、次は2020年ですね。基本的にはなんかもう第4次第5次っていうのは後付けなんで、第6次も後付けでウィキペディアにいつか記載されるんじゃないかなという風に思います。例えばね、今だとヒゲダンだったりとか、あとバンドっていうよりもちょっとねユニットっぽい感じの子たちが多いような気はしますけれども、2020年代の第6次バンドブームにも期待をしたいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。